なんとね、今日その YouTuber さんたちにね来ていただいてます。こんにちは、ストラボです。よろしくお願いします。今日変わるんか。電流鉄骨。はい。ん、お、はい、化け物だこれは。ナナ、はい、さん、あなたはこのカード知ってますか。なんだ、世界だ。ワールドワイド。ワールドワイド。これワールドワイドが逆転してワールドワイド、やばい。はい、どうもシャロンです。というわけでね、今回は、まあ、ドッキリみたいな感じなんですけど、まあ、知ってる人はね知ってるかと思うんですけど、壇ノ浦さんいるじゃないですか。まあ、彼実はね、とある YouTuber の大ファンで、動画とかにもね少なからず影響出てたりするくらいなんですけど、なんとね今日その YouTuber さんたちにね来ていただいてます。挨拶お願いします。カードラッシュに今日からちょっと入るお世話になることになった佐々木優太です。仕事はまだ全然覚えてないんですが、皆様に迷惑をかけないよう頑張ろうと思います。よろしくお願いします。渡辺隆弘です。よろしくお願いします。いや、挨拶しょっぱくねえか。え、大丈夫か。こんにちは、ストラボです。今日からカードラッシュで働く佐々木優太です。よろしくお願いします。チャンネルです。よろしくお願いします。推しです。よろしくお願いします。というわけでね、笹坊チャンネルのお三方に来ていただくことになりまして、まあ、笹坊さんはね、デュエルマスターズの元日本一っていうのがあって、まあ、今はね、デュエプレの配信だったりとか動画活動されている方なんですけど、まあ、実はね、私シャロンも昔マジック・ザ・ギャザリングっていうカードゲームをやってた時にね、あの笹坊さん実はマジック・ザ・ギャザリングをめちゃくちゃ強かったんですけど、あの一回だけね、あの教わるような機会がありまして、まあ、それちょっとね、なんか奇妙な縁もあって今回コラボしていただくことに至ったわけなんですけど、まあね、今紹介にあった通り、今回はこのお三方にね、エプロンとね、ネームプレートをつけていただいて、カードラッシュの店員にね、扮していただきまして、まあ、壇ノ浦さんをね、ちょっと半ばゴリ押しに、ね、ちょっとプレゼントあるから店来てよっていう風に誘いましたんで、まあ、壇ノ浦さんが来てね、まあ、この3人がいたら、まあ、あの、普通に怪しんでるとは思うんですけど、まさかこの3人がいるとは思ってないと思うんで、それはね、ちょっとカメラに収めて、さらにその上でね、あの、ポケモンカードで対戦をしていただこうかなと思ってまして、まあ、普通にやってもね、勝てないと思うんで、ちょっと彼らの使うデッキには僕からねスペシャルなカードを何枚か入れさせていただいてますんで、そういう動画をやっていきたいと思います。じゃあお前ら行くぞ。店長いないからしな。よろしくお願いします。今日初めて緊張すると思うけど、はい、うん、もうお客さんにちゃんと、はい、見上げだけよくしてね、はい、カードしっかり言ってこう。はい、もうこんだけカード抱えてんだから、はい、爆発したよこの店。さあ行こう。えっ、お客さん来てよ。よろしくお願いします。いらっしゃいませ。こんばんは、いらっしゃいませ。どうすか、笑ってる人にはこういうバッグ、最近デュエルマスターのバッグ、最近ちょっとよくわかんないですけど、これ結構いいっすよ。はい、え、ちょっと待って、どういうこと。これは買わないっすか。これ結構安いっすよ。あー、ちょっとわからんわからん。あー、どういうこと。これあの、はい、佐々木の推しです。あ、今日からちょっと背後になった。今日ちょっと店長いないんで代わりに入ってるんです。あ、そうですか。で、これちょっと新人の推しのと若い言ってるんですけど、はい、お願いします。よろしくお願いします。はじめまして。そういうことか。あの、言いたいこと、あの、これがプレゼントってことか。いや、プレゼントは他にあるんですけど。それはちょっとポケモンで、僕と勝負してくださいか。はい、今からポケモンでバトルするってことですか。ちょっとポケモン教えてほしいなって。大変よろしくお願いします。はい、よろしく。教えてください。よろしくお願いします。はい。お願いします。負けられないわ、ある種。ああ、うちの新しい従業員たちに頑張ってほしいですね。頑張ります。最初だけ。じゃんけんぽい。あ、負けた。OKOKOK。 先行です。はい、わかりました。まあ、何デッキかもわかんないからな、お互い。7枚だね。7枚です。ガチで大会みたいだ。7枚です。まずこの辺のあれは大丈夫。大丈夫、手から見る。7枚、7枚は大丈夫。はい、羽ポケモンがあればね。はい、羽ポケモン OK だね。はいはい、います。じゃあトラップカード。そうね、完璧完璧だ。合ってます、合ってます。で、サイド6枚。サイドいきましょう。一応言っときます。推しの店員、はい、渡辺店員、はい、何ですか。相手世界の人です。ですね、知ってます。私、一店員です。店員ですらねえけど、一店員です。一対一でやりたいんだけど、うん、ここはもうちょっとプライド捨てて、二人の力が必要だ。コモンソウルに行こう。助けてくれ。ーチームで行こう。オッケー。チームね。お願いします。お願いします。あー、無限ダイナか。さあ、白馬バドレックス対無限ダイナっていうね、なかなかまあ五分、割と五分寄りのね、はい、マッチングの気がしますけど、合ってます。じゃあやることやってっか。まだこれクレイジーでいいよね。いいんじゃない。まあ、一回セットします。セットします。クレイジーセット。クレイジーセット。生で初めて聞いたわ。これポンポンピンでいい。ポンポンピン。独特すぎる言い回しが。これ手に使います。そっちからじゃない。うん、あ、完璧だ。これでいいか。クイックボールいきます。はい、了解です。種ポケモン OK です。持ってきます。
何いやでもね、今回うちの従業員これでいいか、それだ強力なカードと強力なデッキを授けたから。あーなるほどね。油断してかかると、相手が初心者だからって油断してかかるとね。ちなみにこれに先行取られてたら、うん、結構怪しいよ。カットお願いします。結構負ける。結構怪しいよ。パズルパズル、あ、パズルパズルポンか。パズルパズルポンじゃない。で、出します。あの連携が取れてるな。で、ジグザグも出します。はい、はい、乗っけます。はい、わかりました。もう一匹出します。出します。やばいんじゃないかな。いくつだ。で、風船人間をどこにつけようかな。風船人間をしどいにつけた方がいいかな。風船人間は逃げるが軽くなんでしょ。逃げるが軽くなる。どれ正解、どれ四択の。正解は四択じゃなくてもう二択なんだよ、ほぼ。わかりますか。じゃあ2種類しかいない。店員の人、店員としてでも、うん、どっちかなんじゃないですか。これ出すことないよね、おそらく。ここにつけてきます。はい、戻りました。はい、どうぞ。ナイトアセット最大値6枚ドロー。ふクレイジーゴーか。クレイジーゴー、クレイジーゴーだよね。クレイジーゴーします。さあ、非常にいい展開でターンが返りましたね。ちなみに普通にまずいですね。どうしよう。これピックボール使用します。グレートキャッチャーとラッシュで OK です。ハクロバードレックスと対戦したことあります？いや、僕あの初体験ですね。初体験か。え、店員の渡辺さん分かりますか、このデッキ。分かりますね。ちょっとはご存知あり、存じ上げないです。存じ上げない。あなた、あなた面接で嘘ついたんですよ。あなた言ってましたよ、白丸してるって面接で。不合格ですよ、そういうこと。そう聞いてますけどね、面接で。大丈夫か、カードラッシュ。ちょっと採用が…見たことありますけどね、採用がやばい。人事の人変えた方がいい。まあ、うまいもん一人。もちろん店員は分かんないけどね。分かってるもんね。分かりません。全く分かんない。全く分かんない。はい、これ元気があるってアピールだったんで、この人は。さっき風船の効果は普通に知ってましたよね。風船の効果知ってるだけで受かりましたね。もう一枚使います。はい、OK です。じゃあメッソンいきますね。 OK です。カットお願いします。相手にカットしまるのもすごい久しぶりだな。いやー、このカードが刺さってくれると嬉しい。ご存知、雪の国。まあ雪の国です。お互いはルードも特性は全てなく、つまりクロバットとかの特性がもう使えなくなりました。なるほどなるほど。無限大の VMAX の特性もなくなりますね。あー、それはクレイジーだ。じゃあマリー使います。さらにマリー下か。下ですね。下行って4枚。そうです、うん、僕が5枚です。手割りまで行きたい。無限大なな、雪道きついですからね。はい、はい、はい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 。これ強すぎない？強い強い強い強くない？強い強い。気がもう恐れ多いぐらい強いんだもん。強い。恐れ多い。恐れ多い。失礼。失礼なぐらい。失礼って言って一回失礼やってる可能性ある。プリバケツ使います。山札から未成年エネルギー2枚持ってきます。なるほど。やばいです。やばいですね。やばいね。じゃあ後ろのハクバドリックスにエネルギーつけます。はい。はい。強い確かに。天才だ。天才だ。わからん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 。ミスったか俺ら。俺らこっちだったか相手。いやー、世界には、まあ、それは面白いね。日本だったらこれでもいいんじゃない。確かに日本だからね。日本国内である以上は終わりで。いや、結構ラストターン近いぞ。ラストターンか。うん、近い。なんでラストターンって。クレイジーいいね。今これやばくない、とりあえず。それやばい、それはやばい。でもこれ何持ってくれって話じゃない。まあ、これは使うと思うんだけど、うん、じゃまずルールなんで打ちます。ルール上、ルール上打ちます。打たないと始まんないんで。ダイナ、了解。無限ダイナと思ってます。無限ダイナ、了解で、お願いします。はい、じゃあ、一回オーバーソウル、オーバーソウル、オーバーソウル、オーバーソウルで、オッケー召喚しないもあるんじゃない？VMAX あー、殴れないじゃん、召喚しないはあります。一応ね、進化すると風船で逃げれなくなりますね、無限大な VMAX は。進化しないもある。ごめんなさい、ごめんなさいか。ありがとう、申し訳ない、待ってくれて。そのまま仕事できるから。クレーマー担当。俺がクレーマーみたいになってるじゃん。問い合わせ担当、推しのエンドシ、そっちに召喚。公開所が一応召喚所が一応なんかもう一回あのマリーとかでお預けたいと思って。なるほど。ガチすぎんだね。お願いします。はい、終了で。見るか、見るか。裏に下がって回避するのもあり、うん、ああ、こうやって守った方がいいってこと。エネルギー1枚ついてるのが結構価値が高いから。ああ、なるほどなるほど、うん、確かに下がるのもありと。もうね、日本代表レベルになるとね、教えなくなっちゃうよね。どうも。はい、じゃあちょっとあのお言葉に甘えて。お言葉に甘えて。わかりました。引いて、うん、進化すると、まあ、多分クロバットあたりなら余裕で吹き飛ばせるんで、マリーが相当刺さってます。じゃあ、出します。マリー雪道が相当刺さってますね、これ。いけにえだね。じゃあ、いきます。お母さん。お母さん、お母さん、これ、お母さん、お母さん、お父さん、お母さん、おじいちゃん、おばあちゃん、ヨトロ、うん、レベルボール OK です。 HP91 個。
やばいよ、おもちゃになってるよこいつら。買い取り値段が下がってるよ。ジメレオン回収で、でこいつ進化できるんで進化します。オッケーです。で裏工作で進化した時にトレーナーと1枚手札に持ってこれる。でクイックボールで、でクイックボールしようよ。オッケーです。エネルギーで回転してるな。回転回転回転数がえぐいな、あっちは。します。あーこれどこに使うかか、いいか、お母さん。お母さん私から水エネルギーを。かわいいお母さん。ポケモン V につけます。カード3枚引けます。水エネルギーをここに手張りします。はい、手張り OK です。で OK です。つけれますね。じゃあ1エネで突き刺す。 OK です。40点か。一気に40。ちょ、店長権限いいですか。 OK です。店長権限いいですか。店長権限、店長権限、店長権限、ありがとう。なんかあるやん。いや、このままで大丈夫です。なんだよそれ。持ってる男、持ってる男。はい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 。お母さんと一緒。いいか、利根川警察でいいよね。うん、オッケー。じゃあ行きます。はい、利根川警察行きます。コングラッチュレーション。コングラッチュレーションで5枚4枚。さあこの5枚で状況が変わるのか。電流鉄骨。はい。ん、お、バケモンだこれは。確かにバケモンだねこれは。相手が世界一だろうと宇宙一だろうと。何がこれ。いや、きつそうだけど。きついイメージあるけど。次回天柱か。次回天柱。え、次回天柱。次回、次回、次回。これだから、うんうん、エンド次回天柱だよね。そうだね。エンでいいじゃないですか。エンします。なんだ、博士でも持ってんのか、一回一回。さあ、エネルギーが晴れていない笹子軍団。ちょっと厳しいな。次のドロサポで運んでみたい。正直、これ笑ったです。これは、笑った。笑ってます、正直、このカードには。いや、ダイヤだったら違うデッキだったなってのは、ちょっと思ってますね。プリケツで。オッケーです。プリケツ、プリケツ。うん。たっぷりバケツ。オッケーです。うま。うま。えね。進化してこないよ。この人一生進化してこない。うまえね。おしゃれ。はい。売りましたこのお客さんにちゃんとあのこの進化の上。いや売った記憶あります。あ、オッケー、オッケー、オッケー。間違いない。ないかの在庫切れって言われた可能性がある。ああ。切れちゃってるか。まあいいや。キサス。オッケーです。気絶ですね。気絶した際1枚取る。先方か。先方しかないね。いきます。さあここエネルギーやスタジアムを割るカード。強すぎない。そうそう、これケアしてんじゃんこのカーリングメイに。確かに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 。あ、強くない。強いね。それはいくらなんでもケアの作戦だからね、やっぱケアの無理だ。このカードケアバカモトない。何をケアしてんだ俺は。何をケアしてんだ知らないんだけど。強すぎない。強すぎる。正直5度目のマリンいきます。5度目のマリン。まあいいか。まあ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 、強要強要。さあエネルギー、エネルギーだな。ここまでずっと引けていない。エネルギー、エネルギー、エネルギー。やばい。秒秒だこれ。さあ相当苦しそう。秒。さあ一応ね、エネルギーは引けているということは、まあ、バドレックスが190だからガラルジグザグも出して6体で190ダメージ。まだ6は出ないっすね。アクエネギーつけます。意味ないですか、店員の皆さん。もちろん取れません。間違いないです。で、はい、どうぞ。ドレッテンドで意味ないですか。120ダメージ。どうぞ。意味なし。ドレッテンド打ちます。はい、12かな。突き刺すプランが非常に刺さっている。正直さ、はい、いけそうじゃない。馬が乗っかんない限り。でも馬乗っかっても大丈夫なんですよ、お店に。なんで。あ、自分まだ効果知らないんで。どういうこと。効果知らないと行けるってこと。そう、怖くないじゃん。はいはい、未知のものは。そう、未知のもの。うん。OK です。かすかなチャンスがある。赤はバトレックス、VMAX 一応売ってない可能性あるから、ね、その店に。うん、うん、売ってない可能性あるから。日本代表でもカード手に入らなかったらね、うん、そうなんよ。どんなくてよかったかもしれないこれ。ないもんは戦えないからね。隠したんだよな、来た時。バグマドリックスないんですよって言われた、もしかして。有能すぎる。メロン。オッケーです。もう一回進化で。はい。連鎖していく。裏工作は連鎖してね、進化しまくっていくから。ちょっと一回買い取りチェック。買い取りチェック。状態チェック。傷はないですね。傷はない。了解です。受けてます。満額でよろしいですか。やばい、変な人来た。強い。それはおばあちゃん。おばあちゃん、お母さんからのおばあちゃん。もう一回進化。やばい。来るか。あー、売ったかな。ま、
ああ惜しいの。お前も来るな。すいませんでした。絶対に売るやつ言ったのがこのカード。読みました。絶対に売るやつ言ったね俺。ごめんなさい、初日に、はい、買ってしまった。結構高く買ってくれたんで。あーそうなんだ、はい、それはしょうがないかもしれない。やばい。ここにいるのが強すぎるわ。後ろで座ってるからね、しっかりと。はい、効果拝見します。効果拝見。馬がいっぱいだ、はい、風船、はい、逃げ目が0になります。さあダメージを与えた。馬に逃げられてしまった。それは全然いい、全然いい。可能性があるよね。本当かそれは全然いい。可能性があるよね。あるあるある。ほんまに言うてる。可能性がね。じゃあ上技のエンペラーライドで、はい、相手のベンチポケモンの数かけ30ダメージだから合計90の10あるから100ダメージ。わかりました。船長権限、船長権限お願いします。船長権限褒めて、あの僕給料いらないです。あの勝ってるんで。船長権限によって、まあじゃあこのカードを積み込んでもらうと、はい、俺こんな真面目にポケカやってるけど大丈夫なのか。あざっす、はいはい、あざっす。店長、何店長権限ってどうせスタジアムだろいいよ、違いますよ。店長か、一回店長だ、一回店長からの預かり物じゃない、うん、店長だね。店長だね。一回までこれで、ね、まずこれやります。あー、了解です。おー、引いたか。それはこれ、これこれこれ、これ残り張り替え、張り替えで、これじゃつけとくか、つけとく、うんうん、ここに一応、うん、はいはいはい、ここにしとく、ここあるか、うん、ここにしておきます。なるほど、設置します。はい、で、優しい、うんうんうん、おばあちゃん、おばあちゃん、はい、了解です。おばあちゃん、奇跡の1、2、3、4、5 セブンね。セブンとも言う、セブンとも言うけど320ですよね。体力が320です。まあワンパンはなかなかね、このデッキできないですね。これはここじゃん、多分。うん、そっか、そっから痛いんだよ、とりあえず。じゃあ、まあね、確定からいこう、確定からいこう。なるほど、まあまあまあ無難。そうだね、無難無難。お店の仕事もそうだもんね、1個ですもんね。そうだね、レジ会計、まず1回レジのお客さん対応する。対応しよう、1回レジのお客さん対応します。最優先、目の前のお客さん第一。でもこれだけ使えないんだよ。そうだね、うん、なんだ切り札入ってるんだから。一旦それか、でも痛いか、ファイヤー。ああ、一旦もう1回クックボールか。めっちゃポス捨てるな。大丈夫か、これだよね。それだ、どうです。あ、わかりました。なるな、めっちゃ似合ってますね。でしょ。で、カットお願いします。出します、はい、出します、はいはいはい。で、こいつ特性使えるんで、んいけるね、出せるね、うん、出します、はい、うん、で、5枚引きます、はい、うーん、きちゃー、激アツカードありますよ。激アツカード、このターン攻撃できますよ。真のピンで殴りにある。じゃあ真のピンで殴れる。真のピンで多分殴った方が強いです、ね、うん、真のピンで殴った方、殴るか。こいつが最大で250出ますね。グルリングルリンポン、これ入っちゃダメ、これ打てないんだよ。あー、そっか、ルール上、はいはいはい、店員さん。なるほど、店員さん、ちょっと多分グルリングルリンポンでいこう。グルリン、グルリングルリンポン。で、まず1払うと逃げれますね。1払います、はいはいはい。で、グルリンします、うんうん、グルリン、グルリン、グルリン。で、ガレルファイヤーの効果で、はい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 、セッティングパズルします。セッティングパズル、で、移動か、これね、はいはいはい。で、エネルギー付きください、はい、わかりました。で、グルリンします。なるほど、うん、うん、そして、今場には7体いるんで210までは見えてますね、うん、これはちょっと相手的よくわかんないけど持ってた方がいいんでしょ、ルール上、これも。そうな、いいじゃない、おしゃれに。これはまだ回数出さなくて。そうですね、いいんじゃない、パワーは別にそんな変わんないでしょ。値上がりする可能性があるね。値上がりする可能性は持っていた方がいいね、はい、で、これでいいよね、ドレッドエンドで。ドレッドエンドね、ドレッドエンド、攻撃します。210です、はい、まあ、許容、許容、おおむね真のピンで攻撃されて完璧だ、完璧だ、完璧に見える。このターンか、うん、ラスターンか。そう、ここラスターン。さあ、旦那浦選手はもうすでに馬が2体エネ付きで残っているという状況、うん、これが非常に強い。しかし、笹棒軍団もしっかりとマピは攻撃していく。強いでしょ、強い強い強い。打線日本一じゃないでしょ、うん、これは。
ジェネレートリーグじゃないか。いや違うけど確かにね。か確かに、ね、ダンドラル日本一じゃなくて日本2位だから、まあそうだね、負けてるよ。そうだね。むずいなこれ。道連れにします。さあ次貼られたらまた止まってしまう。確かにやばいな、次貼られたらやばいな。さあ新品の無限ダイナで殴るというねプレイが光って、いやケアするか、ケアするか。ボスでここ呼びます。 OK です。さあボスの指令でさっき100ダメージ与えた無限ダイナを呼び出したことによって倒すことができるようになりました。じゃあはい、大ランスで、大ランス、こいつの水エネルギーを2枚までトラッシュして、はい、その枚数かけ120追加なんで、はい、2個トラッシュの240の10250で OK です。これですね、340なんで250で気絶しました。サイド3枚取られ、壇ノ浦選手残り2枚、先方出すか。そして笹棒軍団まだサイドが1枚も取れていない、跡がないぞ。いやでもね、託したカードあるから。対戦用のデッキは長いしまってビルズサンクチュアリか。いやそれはそこから入るか。そうですね、うん、まずリセットスタンプ使用します。か、了解です。これは効く。さあリセットスタンプかなり効く。これによって手札が2枚になってしまうとね、ポケモンカードはこのね有利な状況はリセットスタンプで逆転されてしまうというねルールがありますから。2あ、2枚になりました。一個一個かけたぞ、はい、まだクラッシュ、はい、クラッシュクラッシュをクラッシュクラッシュ、はい、ワンクラッシュツークラッシュでも最後のいいんじゃないですか、いいんじゃないですか、小説の最後、小説の最後のページでいいか、うん、行こう。まずファイヤー、はい、特性つけます。了解です。邪念の翼、うん、さあさっきやられた無限大なのね、使用無駄にしないガラルファイヤーで、いいよね、オシンちゃんの猫出してる。オシンちゃんの猫じゃん。まずオシンちゃんの猫出します。勝ってねえぞ、勝ってないのかよ。さあ、4号トラッシュ、これ破壊で、はい、自分もです。あ、相手だけいけます。そう、あ、そうなんだ。バカラ好きなの1枚だけ、めちゃくちゃ分かりづらいけど、うん、なぜかそのテキストで。あ、そうなんですか、で、これはこれ強くない？え、どこ確かに強いよね。そんな強くなったんだ。バカだ、バカだ、バカすぎる。飛べないの、うんうん、一回つけます。あ、はいはいはい、で、効果でこのカードを手札からつけたときに、うん、自分の名前だから種ポケモン1枚、うん、で、ベンチに出せる。出せますね、これでいいね、うん、出します。これで 1,2,3,4,5,6,7、 あと1枠あるからクロバットのスペースも空いてると、しっかりと確保していると。チームね、お願いします。さあ、そして前のバドレックスはもう無限大のドレッドエンドで倒すことができる。しかしこのままだと壇ノ浦さんはボスの指令を引いたらガラルファイヤーとかを倒して勝利することができるという状況ですが、さあリセットスタンプの2枚でさあ行くか、ボスの指令を引けているのかどうか。壇ノ浦さん、はいはい、素晴らしかったね、ボスの指令ケアは素晴らしかったですね。確かにびっくりした、うん、ボスでも、はい、このカードを知らなかったよね、はい、このカード多分世界宇宙にあるカードだからこのカードはいくらなんでもケアできなかったね。ナナさん、あなたはこのカード知ってますか？デーモンハンデあ、サポートカードデーモンハンドを調動しましたね。さあこれで奥の白馬に落ちます。奥の白馬に落ちます。え、はい、売ってる？いやこれ最近入荷したって、はい、入荷しました、店長知らない、最近店長が入荷したって言ってたんで高かったっすよこれ一般のお客さん買えないやつだよ。はい、デーモンハンドが発動して裏のね、裏のハンドリックスをもちろんサイドは取れないですけどね、はい、いや、まっサイドは取れないんですけどなんださあ、そしていきます、無限ダイナのドレッドエンドが炸裂して前のマドレックスが気絶待てよ、待て待て待て、はいはいはい、で、サイドを3枚取ります。さあ、壇ノ浦選手、しかし水根とまさかのデーモンハンドによって盤面が一気にひっくり返りましたが、一個聞きたいんですけど、はい、サポート打ってないですよね。サポート打ってないです、打ってない、打ってないデーモンハンドサポートカードですけど、はい、このターンはねサポートは打ってないんで、はい、それはルールなんで、はい、一旦に一番ルールは守る、ルールは守ってます、しっかりと、しっかりとさあ壇ノ浦選手、あの手札2枚が水犬とボスの指令であればあんなチートカードを使われても勝つことができるが、なかなかねそんなことはありませんからね。ポケモンカードにおいて進化したポケモンをデーモンハンド1枚で除去されるというのは非常に苦しい。おしのありがとな。
入荷大変だと思うけど、よくやった、はいはい、いや買い付けましたよ、あれ、うん、北極まで、北極まで行ったって言ったら、やばいか、ん世界の力、ん世界の力世界の力か、これやばい、えこれ世界の力か、マスか、確認していい、ちょっと一旦ね、山見させてください、はい、なんだ世界だ、ワールドワイド、ワールドワイド、これワールドワイドが、ワールドワイド、やばい、いいか、いいよ、いいよ、いいか、いいよ、トンカチ俺叩きた、やばい、これ世界だ、マジで、いいよ、はい、OK です、世界、やばい、やばい、世界だ、さあ、残されていた、ヒューテルトンって、いや、まあ、積まれてないとダメだし、エネルギー、そうだね、OK です、飲んで、飲んできないよ、さあ、ボスの手打って、手札から、え、ヒューテルトン、やってくる大乱戦、勝者ダンボール選手、ありがとうございます、まさかのデーモンハンドをくぐり抜けて、いや強すぎる、負けたんだこの人、ダンボール選手は勝ってしまった、積もったやべえ、強すぎる、ネットリングやっぱリセットスタンプとあれ合わせないとダメでしたね、あれも引いてないとダメでしたね、あ確かにそうだ、そうだ、リセットスタンプで、ね、スタンプタッチだ、いや、これ本当に来たら違うんだから、いやいや、思った、いや、聞いたったよね、そう、スタンプタッチでしょ、いやいや、リセットスタンプとタッチは死んでた、まず死んでたふざけてんだよ、今スタンプタッチ、スタンプタッチできてればいけしたか、さあ、デーモンハンド2枚とね、ゴーストタッチを4枚、ハンドは2か、ハンド2なんですよ、サポートだもんな、サポートだから、なかなか、ね、自分も展開しないと結構引いてたけどね、使う場面難しかったですね、これなかった、これあんまなかった、最後スタンプと一緒に使おうと思って、うん、ああなるほど、一回も打ってなかったですね、というわけでね、まあ、笹坊さんにちなんで今回デーモンハンドとゴーストタッチをね採用した無限大なデッキを託しましたが、やはり世界の壁は厚かったと、いや、まあいや俺勉強になりました、何もしないけどね勉強になりました、俺何もしないよということでね、ダンノールさん勝利したということで、プレゼントは、プレゼントに関しては、まあ、ないんで、そんなものはなるほどね、俺は負ける予定だったんだ、これは、なるほどね負ける予定だったんだな、まあ正直ぶっちゃけどうなるか分かんなかったけど、うん、まあ、結構デーモンハンドは強いから勝つんじゃねえかとは思ってた、いや、なんかね、けどこれは面白かったですね、雪が強かった、雪が強かった、あ、なんか意図せずあれなんか進化しなかったのよかったんかもな、強かったね、うん、強かった、ケアしてる、まさかのデーモンハンドケアのキャリーが小さい小さいガチで引けんかっただけ引いてなくて進化できんかっただけあっつー、もうギリギリだよえ、でも結構良かったじゃないですか、いや、めちゃくちゃ良かったです、というわけで、まあ、今回はね、ダンノールさんが大ファンの、まあ、笹坊さんってちょっとまあ実際にね会ってもらって、まあポケモンカードにもねちょっとドッキリ要素を加えてみるっていうような企画だったわけなんですけど、まあこの後ね、あの笹坊さんの方のチャンネルでも動画撮っていくと思うんで、ぜひ、はい、高評価チャンネル登録よろしくお願いします、お願いします、はい、バイバーイ、はい。